はい、という伝統の一戦ですね。投手戦ですね、私は打撃戦かなと思ったんですけども、両投手非常にいいピッチングしてますね。一昨日昨日とは全く味わいの違う伝統の一戦です。ここまで打球左中間、レフトセンター下がる、レフトセンター下がって見上げた、徳保逆転ツーランホームラン。今日2本目、13号ホームランは9回の表、徳保の逆転ホームランです。喜びをあらわにしてホームに戻ってきました徳保。ローズが、清原がほっとしたような笑みを浮かべるジャイアンツベンチ。ウィリアムス打たれました。コースはね、決して甘くはないんですよね、はい、こう国語特有の途中から、まあ、両方とも難しい球ではありましたよね。いや、いいところですね。最高のボールに気づきましたね、はい、岩岡もそこでは勝負に行きませんでした。しかしここからは際どいところには手を出さなくてはいけませんが、そうですね、もうこのようにですね、1点をもう延長に入ったからには1点をどうやって取るか、はい、お、いい当たりだ、元木ゴール際に飛んで、どうだ、伸びて入りました。ジャイアンツにはこれがある。第2号ホームランが10回の表という、大事な大事なこの甲子園大阪神12回戦に出ました。ちょっと十字が過ぎて鳴り物は一切使われていませんが、ものすごい声援です。